小林の之は埼玉県鳩ヶ谷市出身の元プロ野球選手。宇藤右みち。NPB では育成選手であった。埼玉県立川口高校から上西国際大学へ進学。進学後はクラブチームの全浦野球団に所属した。2005年に大学を休学。同年に発足した四国アイランドリーグ徳島インディゴソックスに入団すると、 入団1年目からストッパーとして活躍した。入団2年目には最多セーブポイントのタイトルを獲得。なお、大学は入団後に中退している。2007年の育成ドラフト会議で NPB の千葉ロッテマリーンズから3巡目で指名。育成選手として入団した。徳島から NPB の加盟球団へ入団した選手は、この時の小林が初めてであった。 ロッテ時代の2008年には、イースタンリーグ公式戦22試合に登板。1勝1敗、防御率5.32という成績を残した。2009年には、同リーグ公式戦12試合の登板で、防御率4.05を記録したが、勝敗はつかなかった。結局、支配下選手登録を果たせないまま、2009年のシーズン終了後に、球団から戦力外通告を受けた。 ロッテからの対談直後には12球団合同トライアウトへ参加。NPB 他球団への移籍には至らなかったが、四国、九州アイランドリーグのトライアウトを経て、2010年に長崎セインツで3年ぶりに同リーグへの復帰を果たした。同年限りで長崎球団が解散したことから、救済ドラフトで愛媛マンダリンパイレーツの指名を受けたことを機に愛媛へ移籍。 愛媛では監督の星野治の意向で先発投手に転向。2012年のシーズンは後期優勝したチームで主戦投手となり、アイランドリーグでは6年ぶりのタイトルとなる最優秀防御率と最多奪三振の2冠を獲得した。2013年も2年連続となる最優秀防御率を獲得している。2014年8月30日の対徳島戦で、 勝利投手となり、アイランドリーグでは、野原慎次郎と並ぶ通算50勝を達成した。9月6日の大河川オリーブガイナーズ戦で、シーズン13勝目を挙げて、通算51勝目となり、リーグ通算勝利数記録を更新した。初年度から続けて、リーグに所属していた最後の選手である、カジタチューが2014年シーズンで引退したため、2015年には、リーグの初年度に、 プレー経験のある唯一の選手になった。この年はリーグが6月に実施した北米遠征選抜チームのメンバーに選出。リーグ戦では9勝4敗という成績で最多勝利のタイトルを獲得したためリーグが制定している投手部門の4タイトルをすべて手にした。しかしシーズン終了後に任意引退選手扱いで退団した。 2015年12月28日にアシスタントスタッフとして NPB のオリックスバファローズと契約したことが球団から発表。ロッテからの対談以来6年ぶりに NPB 復帰。オリックスとの契約発表に際して愛媛球団ウェブサイトに公表したコメントでは野球人としても一人の人間としても成長させていただいたとアイランドリーグへの感謝を述べ。 2015年の独立リーグ日本一を最高に嬉しかった思い出と記している。2017年シーズン限りでオリックスを退団した。2018年には軟式野球のクラブチーム東京バンバータに入団し、一時的に現役に復帰していた。同年9月よりアンダーアーマーベースボールハウス川崎くじに勤務している。 最速時速1 4 9キロメートルのストレートとフォークが武器。ありがとうございます。